こんにちは。ハゲ農家です。よろしくお願いします。本日は、ハウスネギ、こちら定食するための畝立てですね、やっていきたいと思っております。今、4型1棟目、ハウスネギのこちら、畝立てですね、やったんですけども、はい。こちらですね、やっていきたいと思っております。ハウスネギの畝立てのコツですね、テーラー、管理機を使って畝を立てていくんですけれども、畝立てのコツをですね、よろしければ皆様にお伝えしたいなと思っております。うちのハウスは、間口が5.4メートルですね、のハウスになっております。こちらに6本の畝を立てて、ネギの方を定食していくんですけれども、その際に、管理機を使って畝を立てているんですが、どうしてもやっぱりですね、曲がってしまったり、歪んでしまったりということがありますので、そちらの方をですね、コツの方、私なりにこちら考えてやっておりますので、お伝えしたいと思います。はい、こちら今からやる畝立てなんですけれども、管理機、こちらの方を使って畝立ての方をやっていきたいと思います。畝立てのコツですが、先ほど、緑色の棒ですね、竹を刺していたと思うんですけれども、それを70センチ、間隔ですね、で真ん中の方で辻褄合わせるような形で、測って、メジャーで測ってやっております。なので70、の幅で4つ、それから80の幅で最後の方を決めていくという形で、真ん中の方で、辻褄合わせて腕の方をですね、測ってやっております。それを元にですね、竹を刺して、反対側の方にも竹刺している、同じように竹を刺しているんですけれども、そちらの方をまっすぐ見ながらですね、ただひたすら前の方を見ながらやっていくということです。